はい、それではバーチャル魂やっていきましょう。はい、ですね、開くとまずこんな感じになってもらいます。こんな、まあちょっと先に用意してしまったんですが、球体をですね、今このプレーンっていう床がありますね。最初はまあ何もないので、そこから説明していきます。このプレーンっていうのはですね、こちら、はい、これは、このクリエイトの、3D オブジェクトの、プレーンってところをですね、押すとこんな風に出てくるので、それでこのスケールやら、ポジションロケーションをここを変えたりとか、あとまあ手動でこっちで回転させたりとか、スケールと、こちらのバーカーもしくはこちらの、記入で、サイズを変えることができます。はい、まあ、こちらを使うのでね、デリートしましょう。で、このプレイヤーっていうのはですね、これですね、ちょっと、はい、球体なんですが、こちらはですね、もともとは名前が、3D オブジェクトの、スフィア球体ですね、こちらになります。これを、まあ、使って今回は転がして、あのプレイヤーとして使っていくんですが、はい、ですね、こちらも、名前をここスフィアのところを、まあ、一回ダブルクリックしてあげると、こんな風に名前が変えられるので、これでプレイヤーと、名前を付けていきます。スフィアからプレイヤーですね。で、僕は個人的にスケールは 0.8 で XYZ とやっております。で、何よりも、これに追随するカメラですね。はい、このフリーロックカメラっていうのがこんな風にあるんですけど、そうですね、まずアセットの中ちょっと説明していきましょう。はい、こちらのフリーロックカメラ、まあ、これをまあポイッとこの中に入れてくれると、あのこういう風に出てくるので、はい、それで、このプレイヤー球体に合わせてカメラがこう、なんていうかね、真後ろにこの球体の、ちょっと見ると分かるんですが、こんな風にですね、カメラが、真後ろこうやってちょっと下に行っちゃってますが、まあ、自動的にこれ追従するので、まあいいです。こんな風にですね、後ろに来るように、自分でトランスフォームと、こちらのですね、バーで、ちょっとこういう風に微調整してやっていくっていう形で、調整します。はい、でフリーロックカメラはこちらですね、これをポンと入れるだけです。あとは、プレイヤーは先ほど言ったクリエイトプレーンモードで、 BGM は、まあ、先ほど、クリエイトエンプティで、こうゲームオブジェクトが出てくるので、それに名前を変えて BGM に変更して、そうですね、このアットコンポーネントからオーディオソースというのはですね、多分、オーディオソース、これが出てくるので、それをポチッと押してあげるとこんな風に出てきます。はい、で、好きな曲をここに入れるという形ですね。で、まあ、オーディオソース、まあ、音源と、あとリスナーは、まあ、もう元からメインカメラに入ってますので、こんな風に大丈夫ですね。はい、って感じで、あとはまあディレクションライト、これはまあ太陽、明かりですね。はい、これもまあ自分で微調整してみてください。で、そうですね、まずこの、まあ球体が動くわけですが、まずその動かすにはやっぱりそのプログラムの C シャープっていうのが必要でして、そちらで今回ご用意したのが、この塊 C シャープっていうこれですね。こちら開きますとこんな風にゲームコントロールグランドアイテムとプレイヤーとあるんですが、今回使うですね、プレイヤーの方には、こちら、プレイヤーコントローラーカッコスクリプトって書いてあるんですね。これを、入れてあげました。はい、なのでこれもあのコンポーネント、アットコンポーネントをしてあげて、プレイヤーコントローラーなので、まあ、PR とやるとこんな風に出てくるんですね。で、これでもう入るので、こんな風にですね、系統、まあ、ここで検索してあげて入れるという形ですね。プレイヤーコントローラーと、あとスケールチェンジャー、あとプレイヤーを、認識するためのスクリプト、プレイヤーですね、ここの、3つですね、プレイヤーとプレイヤーコントローラーとスケールチェンジャー、場所は前後上下順番は構いません、逆でもね。で、このプレイヤーコントローラーっていうのはですね、スピードがここを選べまして、このスピードを一応こういう風にですね、自分で数値入力したりとするとスピードが、上がってきます。はい、
まあ、低くすればゆっくりと動きますね。でスケールチェンジャーっていうのは、アイテムを取った時にそのこのボールがですねスケールが大きくなる度合いを示しております。はい、とりあえずここでここも、お好みの、大きさに変更できますということですね。はい、でまあ、あとはあの今回元からついてるのはあれなんですが、コライダー、以前コライダーのお話をしたと思うんですけど、これですね、このスフィアコライダーとかありますけど、当たり判定に関してはあのコライダーというものが重要でして、見ますとですね、こちらのちょっとポチッと押すとこんな風になっております。はい、この緑の球体みたいなもの、これが当たり判定になります。だからこのオレンジ色のこの外側に関しては、当たり判定がない状態で貫通するんですよ。はい、まあこれは床があるのでねあれですけど、でこの、球体の場合はラディウス、ラディウス、直径 半径だっけなんかそうですよね。例えば 0.5 に引き上げますとこんな風に当たり判定の部分が大きくなります。はい、今回は、ちょっとあれですね、くっついてちょっとくっついた感が出るように若干の当たり判定を小さめにしてちょっとあのめり込むようにさせたいので 0.4 にします。はい、なんでコライダー、これからもあのどんどんあのスフィアコライダーとかボックスとかメッシュコライダーとかさまざまなあのコライダーの形があるので、はい、重要な項目ですね。はい、でさて、ですね、じゃあくっつけるもの何かって考えた時に、あの以前ちょっとあの私がモンスターエナジーを、モデリングしたと思うんですね。それをちょっとくっつけてやろうかなと思います。はい、もうご用意しております。こちらです、モンスターエナジー。こちらもモンスターエナジーはどこにあったっけな、あ、いや、ここからですねポイッと入れてあげるとこんな風に出てきて、ちょっと隠してたんですけど、はい、こんな風にマダイちゃんが、はい、あります。こちらもですね、モンスターエナジーの後に、ここで、M になるとメッシュコライダーとか出てくるので、これでこちらをですね入れております。で、これの場合はこのところをクリックしてコンベックスをクリックすると、このようにですねこのメッシュに沿って、モデルのメッシュに沿って、当たり判定がつくようになります。はい、これでないとですね貫通してしまってね、あれなので、で、プレイの方にはプレイヤーというものがありまして、こちらの、当たるものアイテムに関してはここにアイテムというスクリプトですね、これも、こちらにあって、先ほど同様、ここのところで、まあ、アイでも検索すればここに出てきますので、これで入っております。はい、メッシュコライダーとアイテムのスクリプトですね、この2つが重要でございます。でこれもスケールはここで調節できるので、例えばこれを100とかやると、よいしょ、こんな風にですね X 軸に100するとこんな風に潰れた横に、あの X 方向に楕円形ですね、潰れたりとかするので、はい、形が変えられます。コライダーもそれに沿ってあの作られていきますので、はい、はい、こんな感じですね。じゃあちょっと一回転がしてみましょうかね。はい、やってみましょう。ヘビゴー。はい、今は音楽がないのであれですが、はい、こんな風にボールがですね十字キーもしくは WASD もしくはコントローラーで動きます。こんな風にね、でこうやってやると、はい、くっついたはい、こんな風に、でもうくっつくとそいつもボールと一体化するので、あのゴロゴロとです当たり判定が、はい、ついてますので、こんな風に転がります。はい、マザイちゃんがくっつきました。はい、まあ、こんな感じですね。はい、ではではでですね、まあちょっとこれがですね、まあ1個だとこんなんですけど、たくさんあるとどうなるかやっていきましょう。はい、こんな風に、マザイが整列しております。はい、よいしょ、いいね、いいね、ほい、よいしょ、よいしょ、おい、すごい、なんかあれですね、空き缶を取るなんか掃除機というか、ひっつき虫というか、はい、すごいですね。カメラに映らないぐらいスピードがちょっと速くなってますか。ちょっとあのタワー取ってみますか。よいしょ、おい、
おっと、おお、一気に取りましたね。おい、おお、ああちょっと、ああああああ、無限の彼方行ってしまいました。マザイとマザイちゃんはさようならの、あれや、すごいですね。なんか星になってしまったみたいな。海の彼方へ行ってしまいました。はい、ちょっとトラブルがありましたが、まあ、こんな感じですね。はい、結構簡単にくっつけられます。なのでステージがちゃんと格子っていうか檻みたいな柵がついてないとこんな風に飛んでってしまうので気をつけないといけないですね。はい、まあ、こんな風な、ゲームでございます。はい、ではじゃああれですね、もうちょっと私がですね考えたんですが、もうあれじゃないですか、5月1日から、新年号ということで、まあね、平成から令和に変わるということで、ちょっと令和にまつわるですね、今回のゲームを作ってみました。こちらになります。じゃじゃん、はい、名付けて、令和魂ですね。はい、こんな風にたくさんの令和があります。で、今回は、作一応教室が舞台なんですけど、はい、ニューロン先生がね、だって今平成から令和だよっていうちょっと授業を教えてる最中なんですが、そこにまあ乗り込んで邪魔してやろうということですね。はい、で、ルールは簡単です。一応柵があるんですが、某なんたら魂とですね同じように、くっつけて固めてですね大きくして、それで、最終的にはこの教室から、このねくだらない授業からですね、まあ抜け出してクリアに目指してですねぶっ飛ばせば、クリアという感じですね。すごい、まあはい、クソゲーですけど、なので、固めて大きくしてこの教室から脱出することが、クリア条件となります。なのでね、ちょっと一発で成功するかもわからないですが、昨日作ったばっかなので、はい、テストも 1,2 回しかできてなくて、はい、こんな風にですね様々な令和フォントの、モデルがあるので、これをくっつけていきましょう。はい、それじゃあまあ、ね、説明してもあれなんでやってみますか。はい、ではでは、はい、やっていきましょう。レッツゴー。令和ね、あれですね、令和の平成の平と令和のが組み合わせたらあれですね、平和になるんですね。まあなんかちょっと友人から聞いたお話なんですけど、すごいですね、くっつけると平和、あれですね、天皇様が平和を願って平成はもう戦争のない年にしてくれたんですけど、本当にいいですね平和は。はい、お、結構でかいのくっつけましたね、すごいもう令和が、あ、ユーロンさんのちょっと困ってますがね。はい、よいしょ、どうだろう、ちょっとな、固まって大きくなりすぎちゃって動くかな、よいしょよいしょ、お、ユーロンがくっついてないか、これは、あ、ユーロンくっついてますね、これは、よいしょ、ほら、よ、よい、いけ、脱出だ、よいしょ、あ、いった、いきました、おー、クリアーと、はい、あ、クリアの文字もこらえ上がってたのでくっついてました、あー、はい、クリアーということですね。はい、すごいな、ニューロさんもくっついてる、ね、私もね一緒にこんな風に、まあ、どんな感じかってちょっと見てみよ、いしょ、すごいシュールですね。はい、これぐらいあれですね、結構左の方をごっそり取って割って令和の令がなくなっちゃって割ってなって、こっちはですね平成と令和のあれがなるから割って感じですね。はい、ここにあります、こちらですね、よいしょ、どんな感じになってんだ、そう、ちょっとねすごいオブジェクトなんですよ、こんだけあるから。はい、こんな感じです。いやー、シュールだ、すごいな、なんかもうはい、こんな風に手と手でなんか
手でくっついてるかな、これは。いや、浮いてるな。ニューロン、私浮いてますね。あ、ほら。はい。まあ、こんな感じのね、ゲームを作ってみました。よかったら、ぜひ、皆さんも作ってみるか、私のね、ブースから配布してますので、遊んでみてください。